今の大阪には残念なことに大大阪50年計画はありません。大阪府と大阪市がバラバラなんですね。僕はね、皆さん、先ほど言った税金の無駄遣いを止める、そして無駄な税金の使い方を改めて皆さんのもとに税金を取り戻す、これも一つ大阪と構想でやりたいんですけども、一番やりたいのはこの大阪で大大阪50年計画を作りたいんですよ。この大阪もね、やればできるんです。力はあるんです。でも皆さん、東京の先人たちはすごかった。50年先を見据えて、あの地下鉄の計画、高速道路の計画、リニアモーターカーの計画、まあ街並みの再開発の計画、ありとあらゆる計画を50年前にきちっと立てて、そして今50年後に花を開かせているんです。我々も今のこの段階でその大阪の大大阪50年計画を作ろうじゃありませんか。我々がね、どうせ50年後もう死んでますよ、その頃は死んでますよ。でもね、皆さん、子供たちが、孫たちが、ひ孫たちが50年前を振り返って、ああ、あの時に大阪府と大阪市が一緒になって大阪都ができた、この大阪都のおかげで今の大阪があるんだな、世界と競争できる大阪があるんだなということを、50年先のひ孫たちが話し合ってるその姿を夢見て、僕は大阪都構想を打ち立てたんです。まあ皆さんね、大物資金を広げたかも分かりませんけどもね、1年先2年先皆さんに、まあ商品券配りますよ、皆さんの生活はこうやって豊かにしますよ、そういうことが今までの政治家が言ってきたことなんでしょう。選挙の前になったら皆さんのためにあれします、これします、それを言い続けてきたのが今までの政治ですよ。そのことによってこの大阪は全く発展しなかった。今の大阪に必要なのは大大阪50年計画です。もちろん税金の無駄遣いを省いて皆さんに税金を取り戻す、これしっかりやりますよ。今の役所、大阪府庁、大阪市役所、一から作り直して税金の無駄遣いを止めることはしっかりやります。でも皆さん、我々が子供たちや孫たち、ひ孫たちに果たさなければいけない責任は、今ここで大大阪50年計画を作って一歩一歩その計画を実行していく。50年後、ニューヨーク、ロンドン、パリ、上海、香港、ソウル、シンガポール、バンコク、そういうところと並んでる大阪を目指して、今ここで大大阪を作らなきゃいけないんです。そのためにも大阪府と大阪市、バラバラではいけません、一つにまとめるんです。260万人大阪市民だけではもうやっていけません。大阪市だけでは大阪は引っ張っていけないんです。大阪府内には43の市町村がある。43の市町村がバラバラでやっていたところで大阪なんか発展しません。あの東京、大東京、1300万人大東京になって見事オリンピックを引っ張ってきました。リニアモーターカーは2045年東京と大阪が結ばれます。北陸新幹線はもう開通、まあ東京だけは凄まじい発展をしてきてますよ。と一方、大阪は260万人の大阪市でオリンピックを持ってこようとして失敗、高速道路はぶつ切れ、地下鉄は大阪市営地下鉄で全部市内で終点ばっかり、全く発展もない。皆さん、43市町村みんなで一致団結して、それぞれの市町村でバラバラになるんではなく、東京が東京都民でまとまったように、今ここで大阪都民でまとまりましょうよ。ハペバジュマリ、大阪都民がまとまれば東の東京と西の大阪と、この2つのエンジンで日本を引っ張る、そんな大阪になるんです。今の大阪、本当に情けない、もう東京からどん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 離されています。そして日本、危ないですよ。東京一極集中、東京に全てが集まって、東京がダメになれば日本はダメになります。今皆さん、東京がダメになったとき、いざ何かあったとき、それを支えることができるのは大阪しかないんです。でもね、大阪には今その力がない。
東京がいざ危なくなっても日本を支えるだけの力が今大阪にはないんです。今ここで大阪府大阪市なんとか一つにまとめて880万人大大阪を作って東京に並ぶ、いやそれを超える世界に通用するような大大阪を作っていく、その第一歩をなんとか歩み出すためにも大阪都構想を実現させてください。本当に3年半前ここで大風呂敷を広げましたけどもね、本当に皆さんのお支えがあって住民投票のところまでやっと来ました。でもこれ明日の選挙でまた新聞が書くでしょう、テレビが言うでしょう、大阪維新の会大負け大敗、大阪都構想これで終わり、そう書かれたくないんですね。あとは皆さんお住まいの近くに大阪維新の会の議員たくさん立候補していると思います。我々組織ありません。今自民党、民主党、公明党、共産党が必死になって票を集めています。維新の会潰せ、橋本を潰せ、まあ組織をフル稼働して票を集めに集めに集めにかかってます。我々大阪維新の会は組織も何もありません。皆さん今日お集まりいただいた皆さん、このような皆さん方の一票一票を積み重ねて今ここまで来ました。もう一度皆さんのお力を何とかお借りしたいんです。あと残すところ2日、皆さん本当に大阪を変えようと思えば、未来の大阪を作ろうと思えば、子供たちや孫たちに本当に世界と通用するような大阪を残そうと思えば、残すところあと2日、皆さんに動いていただくしかありません。政治は政治家だけでは動かないんです。民主主義のこの世の中、政治を動かすのは有権者の皆さんなんです。皆さんが動いて初めて政治が動く、皆さんが動いて初めて大阪が動くんです。どうか皆さん今日と明日本当に大阪の政治を動かしてください。未来の大阪、子供たちや孫たちに誇れる大阪を残すために、どうか皆さんと一緒に力を合わせて大阪と実現させていきましょう。本当に長時間ありがとうございました。